皆さん、こんにちは。2023年9月27日、落語家でタレントの笑福亭鶴瓶さんが、都内で行われたミクシー、モンスターストライク10周年新 CM 発表会に、アンミカさん、オズワルドの伊藤俊介さんと登壇しました。笑福亭鶴瓶さんは、自らの交友関係について、俺の携帯3000はほんまに入っている、と胸を張って公表しました。最近あったいいことについて、笑福亭鶴瓶さんは、ラッキーなことがあると、運が減ると言うけど僕はそう思わない。ラッキーがあったら、石油を当てたようにいいことが続く、としながら、最近京都で寄席をやった時に、昔助けてくださった先輩が訪ねてくださった。50年ぶりに、この年になると、ふっと訪ねてくださることがある、と嬉しげに報告していました。伊藤俊介さんが、芸能人だけでなく、一般の方もですよね。笑福亭鶴瓶さんの家族に乾杯。NHK とか、とその交友関係の広さに驚くと、笑福亭鶴瓶さんは、どれだけ人にインタビューしたか、ものすごく多いよ。ずっと、そうやって付き合っているやんか、と話しました。さらに、アンミカさんは、先日、ある別の方のイベントでその方が抜けた後、そこにいた140人を連れて打ち上げに行かはったんですよ、と笑福亭鶴瓶さんの太っ腹なエピソードを紹介しました。これに、木梨憲武がいらんこと言ったから、木梨が帰り寄ったから、知らない方ですよ、たまたま、そこの居酒屋が空いていたから連れて行ったんです、と苦笑しながら振り返っていました。アンミカさんは、人を大事にするってこういうことなんや、としみじみ納得していたようです。伊藤俊介さんが140人もいたら、一言を喋らない人もいるでしょう。と聞くと、ああいうのは喋るのが嫌な芸能人もいてる。そいつらも連れて、みんな、喋ったらいい、と、そのように述べた上で会を設けたといい、アンミカさんは、常坂見をしているから、良いことが次から次へ起こる、と納得していました。3人が出演する新テレビ CM、怖いよ、モンスト、パーティー、編は、10月1日から放送開始される予定です。ただ、そんな交友関係の広い笑福亭鶴瓶さんにも、共演 NG な方がいるそうです。笑福亭鶴瓶さんがタレントの東野幸治さんと共演 NG な理由について、笑福亭鶴瓶さん本人が様々なところで語っていたことをまとめてみました。どうやらことの発端は、FNS 24時間テレビでの東野幸治さんの暴言にあるとのことです。この事実は、日本テレビ系スッキリに出演した際に語られたことです。あいつとは俺、もうほんまにテレビ NG なんですけど、東野が司会してるってわからへんかったんで、と、知らずに出演してしまったとぼやいていました。実はその後に、東野幸治さんが司会を務める、一周回って知らない話に出演するらしいのです。共演 NG の理由は、東野幸治さんの暴言が発端でした。当時を振り返り、笑福亭鶴瓶さんは次のように語っています。腹立つあいつは、浮いたような司会しとるからね。腹立ってて、と冗談とも本気ともつかない口ぶりだったのが印象的です。東野幸治さんを叱り飛ばしたところ、本人からまさかの返しがあったと言います。こいつに骨抜きにされた、と笑福亭鶴瓶さんが衝撃を受けた東野幸治暴言事件の真相が明らかにされました。約20年前の東野幸治さんとある生放送番組で MC として共演した際に事件が起きたそうです。笑福亭鶴瓶さんが一周回って知らない話で語ったその事件とは、27時間テレビでした。東野幸治さんは、放送中にもかかわらずマラソンそっちのけで朝飯を食べていたそうです。それを見た笑福亭鶴瓶さんと今田耕司さんが説教するも、マラソンなんてどうでもええんじゃんと大絶叫したそうです。生放送だったため、苦情の電話が2万本来たといいます。1995年のフジテレビ系列の27時間テレビにて、笑福亭鶴瓶さんと今田耕司さんと東野幸治さんで司会をしていました。先輩の富井翼さんがフルマラソンに挑戦し、満身創痍でゴールしたのです。富井翼さんが、最後の6キロは神様に押してもらいました。
と発言し、スタジオ中感動の嵐に包まれていた中で事件が起きました。笑福亭鶴瓶さんは、先輩が泣いてんのに何してんねんと怒鳴ったのですが、振り向いた東野幸治さんは、いや川増は腹えっとんじゃと大先輩にまさかの逆切れだったそうです。笑福亭鶴瓶さんは、ほんまは怒らなあかんのにその間がめっちゃ良くてえらい笑ったと当時を振り返ったそうです。結局のところ芸人同士のやりとりなので半分本気半分演技だったのでしょう。実際にとてつもなく仲が悪いとかそういったことではないようです。笑福亭鶴瓶さんも最後にはめっちゃ笑ったとありますので、 TPO を考えた場合、東野幸治さんの振る舞いは適切ではなかったのでしょうが、芸人としては正解だったのでしょう。そんな笑福亭鶴瓶さんはさらに大事件を起こしています。1975年、東京12チャンネル現テレビ東京の独占男の時間で局部を露出したのです。しかもなんとカメラに局部を押し付け、さらに社長の大事にしていた恋を踏み殺すという暴挙を働き、大事件となりました。これは担当ディレクターの傲慢な態度に反発しての行動であったといいます。振る舞いは抜きにして考えれば一応理由はあったということなのでしょう。ただあまりに振る舞いがひどすぎました。当時司会をしていた子山城慎吾さんの計らいで番組の最終回に再登場するも、またしても下半身を露出し、それ以来長きにわたり同局で出入り禁止となっていたそうです。そこでさらに肛門を見せる暴挙に出ました。ところがその後、キラキラアフロが新番組キラキラアフロ TM として放送が再開されることとなり、出入り禁止となっていたテレビ東京でレギュラー番組を持つことになっています。みそぎが済んだのでしょうか、それとも当時を知る人物がいなくなったことでチャラになったのでしょうか。テレビ東京復活の真相は分かりませんが、昔ほどのデタラメな行動は控え、今となっては名 MC の座を欲しいままにしている笑福亭鶴瓶さん、一体プライベートはいつ存在するのかといった感じです。ここで笑福亭鶴瓶さんのプロフィールを見ておきましょう。笑福亭鶴瓶さんは本名を駿河の学と言い、1951年12月23日生まれ、大阪府中河内郡町吉村大阪市平野区の出身です。身長173センチ体重76キロで血液型は O 型です。笑福亭鶴瓶さんはあのねのねの当初のメンバーでした。あのねのねとは日本のフォークデュオです。主に1970年代中期から1980年代初頭にかけて活動しました。奥様の駿河玲子さんとはあのねのねで活動していた時に知り合い、1974年に結婚しました。息子は俳優の駿河太郎さんで、山木割烹白だしの CM で親子共演を果たしています。2023年2月10日、笑福亭鶴瓶さんが MC を務めるテレビ東京の深夜放送キラキラアフロ TM に出演しました。その中で親交が深いタレントの中居正広さんと交わしたある約束について語ったそうです。笑福亭鶴瓶さんは体調不良で休養していた2022年の中居正広さんについて、週刊誌記者が自宅に押しかけてきたことを明かし、もう中居元気やわ、明日会うわ、明日と切り出したそうです。笑福亭鶴瓶さんはあいつとね、お前痩せてんなら俺も一緒に痩せたるわ言うてと中居正広さんに自らダイエットを持ちかけたというのです。だいたいどれくらいがええねんと笑福亭鶴瓶さんが言うと、今何キロですかと中居正広さんは逆に質問してきたそうです。 82.1 かなんかあって 75.6 にしよう。このように笑福亭鶴瓶さんと約束を取り付けたと語っていました。目標を 75.6 キロに設定したのは和む756にちなんだそうです。しかししばらくして中居正広さんから電話で成果を聞かれ、笑福亭鶴瓶さんが体重計に乗ると結果は 81.7 キロ。中居正広さんからダメな人ですねと怒られたと話しました。
収録時点での体重は 79.1 キロでした。まだこっからやと意気込んでいたそうですが、今日は後で走ろかな思ってるけど、でも焼肉食いに行く約束していると打ち明けました。さて、もう少し遡って、話題は2023年2月19日のことです。笑福亭鶴瓶さんが日本放送オールナイト日本55周年記念55時間スペシャル明石家さんまのオールナイト日本で生出演した。このところ帯状疱疹に悩まされ、前日には病院で受診したといいます。先生が言わはった。近頃ストレスたまることはありますか？言われて、明日ありますせって、絶対にストレスたまる人と会うんでってと、パーソナリティの明石家さんまさんをいじって笑わせていました。登場から約2分後、ようやく明石家さんまさんが、紹介しましょう、笑福亭鶴瓶さんですと笑福亭鶴瓶さんを紹介しました。しかしその後も明石家さんまが3過去の恨み節を暴露しました。笑福亭鶴瓶さんは、何で俺こんな体調悪い時にお前と会わなきゃならないんだ、もっともっと返せるのにとぼやいていました。笑福亭鶴瓶さんが相田寛平さんを風間半寛と言い間違えると、明石家さんまは容赦なく、狭間寛平って言いたいのとツッコミを入れました。止まらない明石家さんまさんのいじりとしゃべくりに、笑福亭鶴瓶さんはゲストに入って、ずっとお前しやべっとるやないか、それでええのか、それでええのか、ゲストを迎えて、兄さんや兄さんや兄さんやろと問いただしました。それでも明石家さんまは、喋らせたら噛むやんと反論します。笑福亭鶴瓶さんは、何でも返してくるなと舌を巻いていました。いかがだったでしょうか。今回は笑福亭鶴瓶さんの様々な噂話について見てきました。笑福亭鶴瓶さんが東野幸治さんと共演 NG な理由について、どうやらことの発端は FNS 24時間テレビで東野幸治さんの暴言にありました。売り言葉に買い言葉のような丁々発止が続きましたが、結局のところ芸人同士のやり取りなだけのようです。まさに笑福亭鶴瓶さんは伝説を残し続ける芸人の代表格です。若い頃から現在に至るまで衝撃的な伝説を残し続けている笑福亭鶴瓶さん、特に若い頃に生放送の番組で下半身を露出したエピソードなどは、そのまま芸人生活ができなくなってもおかしくないレベルなのに、現在も第一線で活躍を続けています。ということは、それだけ笑福亭鶴瓶さんの芸や人柄が評価されているということになるのでしょう。これから先一体どんな伝説を残してくれるのか注目したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。